川島美晴です。こんばんは。すいません、めっちゃ遅れました。5分かな。ちょっとブログを本気で早く書こうと思って、ねちょっとね、ブログのを早く送らないといけないって言われたので早く送ろうとして、PS の部分が本当に最近アイドルが全然わかんなくて、見れてないからわかんなくて、なんかそれを一生懸命書こうと思って、なんかでもこれはダメだろうなとか思っていろいろ考えてたら遅くなっちゃった。すいませんでした。そうです、例の服です。これ待って、全然パンダこっち向かないじゃん。今日のブログ川島ですよね多分。これわかりますかね、見えるかな。鈴木ココナさんとお揃いです。鈴木ココナさんが、鈴木ココナさんとお揃いの服買おうねって言って買いました。そうそう、なんか倉島さんとかがよく着てるイメージあるんですけど、これにしました。ココナさん。で、そうです、今日ココナさんとお祭り行きました。ココナさんがお祭り行きたいって言ったからお祭り行ってきた。ココナ本当に可愛いんです。うん、可愛かった。メイクバッチリだって。メイクほぼしてないんです。なんか今日寝坊しちゃってやばいと思って、本当は今日なんかもしかしたらショールームできないかもしれないから7時にやろうかなって思ってて、7時半にやろうと思ってたんですけど、でも7時半に急にゲリラでやっても多分みんな見ないだろうなって思ったから、なんかもういいやと思って一回寝ちゃったらなんか寝坊しちゃって、でもうね行ったんですけど、なんかもうね、いいんですか、本当に急いでなんか立ちながらメイクしたんで、なんかメイクできる場所でも立ちながらずっとメイクしてたんで、ちょっとやばかったですね。なんかね、時間って難しいですよね。やっぱクマがすごい、全然メイク直せてなくて今やばいんですけど、ね、というわけで今何話そうとしてたんだっけ。あ、メール送ったのでぜひ読んでくださいってことですね。はい、あと今日はコナさんの写真がいっぱいあります。メールでたくさん送りたいんですけど、コナさんとのツーショットがいっぱいあって、前髪切れてない、明日切りに行く、絶対切る、本当に切る。すごいね、前髪切れなかったとか分かるんだ。今日本当に前髪も巻かずに行ったから、ほなさんとプリクラ撮ったんですよ。服お揃いにだから撮ろうって思って、でもねちょっと前髪がぐちゃぐちゃだから本当にやばいですね。なんかもうね悲しい、ニキビも治ってない。10日の公演出た？顔が出ます。でもね、顔が出ます。待って、顔が出るんだったらそれブログに書けばよかった。なんか書けばよかった、ブログ書き直します。そうですね、初級規制だけなんです。ココナさんと一緒に出れる、ハンターも出るよね、確か。嬉しい。大好きな人たちと一緒に出れるのが嬉しいですね。みんな旧規制公演やねって言って。今日ね、ココナさんとね、ずっとね、もう、ずーっとチャイムアラブソング歌ってた、なんか。ずーっとチャイムアラブソング歌ってた。面白い。
点滴のジュースはなんか味選べたんですけど、やっぱ点滴だから赤がいいなと思って。赤がいいの？何？なんかわかりますか？なんか赤がいいじゃないですか、ああいうのって。だからイチゴにしました。そう、5秒のデート中、5秒のデート。あ、点滴？あ、そういうことか。あの、それ輸血？そう、なんか輸血っぽいじゃないですか。なんかそういうのってなんか点滴よりなんか、なんていうの、なんかそっちの方がなんか色的になんかさ、わかりますか、なんか黄色とかよりなんか絶対そっちの方がいいから、なんか それがいいなと思って。え、なんか透明なイメージ、うん、難しいね。なんかちっぽいのがいいなって思ったから赤にしたんです。わかりますか、っていうことですね。痛い、痛い、めっちゃ痛い、口の中切れました、痛いです。みはるんってドラキュラ似合いそうだって、絶対歯じゃん。ドラキュラの国に行きましたね、ルーマニア。ドラキュラ城行った、ドラキュラの城に行ったことがあります。ドラキュラはいませんでした。なんか最近ね、ここにね、ずっとなんかね、蕁麻疹があったんですよ、ちょっと前で。なんかなくなったと思ったんですけど、なんか最近またなんか蕁麻疹ができてきて痛いんですよね。なんかね、すごいなんかよくわかんない蕁麻疹ができるんです最近。あ、今日初めて、今年初めて蚊にかま刺されました。もうやだ、ちゃんと虫よけスプレーとかしたい。あ、セムとかじゃないんですよ。なんか同じ場所になんかずっとできてるジンマシンなんですよね。なんかよくわかんない時になんかジンマシンできてる、なんだっけな、原因わかんないんですよね。え、なんかやっぱあの、今日は篤人祭っていう祭りだったじゃないですか。で、神社じゃないですか。だから、すごい刺されるんですよ。わかりますか？一箇所しか刺されてないんですけど。大型だからなんか刺されるんですかね。すごい。花火、音がした。見てない。花火上がってたけど、なんか音が聞こえた。もう早い時間に行って、割と早い段階で撤退しました。そう、大型は刺されやすいって言いますよね。すごい刺されるんです。なんか草むらみたいなところに10分いたら10箇所刺されたことあって、なんか10分もいなかったな、あの時。もう本当にめっちゃ刺されるんですよ。嫌で嫌で仕方なくて。何食べた？何も食べてない。あ、お肉食べた。お肉食べたくて、お肉食べたんですよ。なんかあるじゃないですか、なんか肉串みたいな書いてるやつ食べたんですよ。で、なんかカルビに したらってココナさんが言ってくれたから、ココナさんが言うことは絶対なんで食べたんですよ。そしたらなんかめちゃくちゃタンみたいな感じだったんですよね。めっちゃ硬くて、なんかで、足の裏ウェットティッシュで拭くと刺される。あ、そうですよ。なんか足の裏のなんかが原因なんですよね。そうそう。そう、篤人祭り。めっちゃ名古屋から近くてめっちゃびっくりした。近かった。え、なんかね、違うんですよ。なんか匂いじゃないらしくて、なんだっけ。そう、なんか、関係ないらしいんですよ。なんかそうそうそう、なんかの菌みたいなやつがなんかあれだから、コナさんに会いたい
コダさんに会いました、今日今日本当にめっちゃ何衝撃的なことがあったんですよ。でもちょっと本当に言えないやつで、もう一回今日ここ口切れてる今。コダさん元気、すごいプリクラ撮った時にすごい大きい声でみたいな急に言い出して本当に怖かった。もうねそういう心臓持たないと思う普通の人。なんていうの、じゃあ本当にねすごいね、本当にねあれなんですよ、本当になんかコナさんが自分からこれは言えないって言ったやつなんですよ本当に。いつか言われる時が来るかもしれないけど、多分本当に怖かった。違うんですよ。はーいのこなさん大好き。こなさんってめちゃくちゃあれなんですよ。めちゃくちゃ常識あると思う本当に普通の人よりわかんないけど、ファンとは遭遇しなかった。私も街歩いててファンの人に声かけられたこと一回もない。コナさんはコナさんがね、コナさんがね多分なんかねすごい大きい声でなんか言った時になんか境だったんですよ、服買いたくて境にいたんですよ。でコナさんがすごい大きい声でなんか叫んだ時に、あコナさんみたいな言われたらしい。でも本当にそれだけ。あと他の子が声かけられたのは知ってるけど、川島声かけられたこと一回もない。声かけていいの？わかんないね。なんか境歩いてる9割や嘘。待ってもうブログ上がった？どうしようコメントのやつ。あコナさんの手が力士っていうのはコナさんの手が硬いねみたいなのを言ってて、コナさんの手が力士だねみたいな。ココナとモモさんはすごい目立つと思う、ピンクだから。でもさ何、多分川島と遭遇した川島のファンの人いないと思うんですよね本当に。多分ね、わかんないけど、だって川島ファンの人見たことないもん街の中で。でもね本当にね下向いて歩いてるんですよ川島。川島下向いて歩いてるからちょっとね、なんか先輩いたねみたいな言われても、なんかえっみたいな、いたのみたいなね。みんな そんなに基本的に何ですか、前向いて歩けないんですよ怖くて。なんだろう、クーミンさんのやつだね。違うんです、なんで下向いて歩いてるんだろう。あれなんですよね、怖いんですよね人の目がぶつからない。ココナさんね、ぶつかる人にごめんなさいってすごい大きい声で言うんです。かわいい。かわいい。なんだろうね、なんで下向いて歩いてるんだろう。人の目が多分怖いんだと思う。
ブログ見たよ、だってすごいみんな早い。前向かないと危なくない？え、ここら辺見て歩いてる多分。なんかさ、ファンの時はなんか名古屋駅とか大きい駅行くとさ、なんかいそうだなって思っちゃうじゃないですか。なんかファンの時はなんかメンバーいないかなとか思ってちょっと生きてたけど、なんか名古屋駅とか社会とか歩くいる時になんかメンバーいないかなみたいなちょっと思うじゃないですか。でもなんか入ってからはなんか先輩言いに会った時になんかどうすればいいか分かんないから、先輩に先輩いるかなって思って、なんか先輩いたらなんて言うんですか、なんかね、なんかあれですよ、なんかさ歩いてて先輩と目合ったら挨拶するんですけど、なんか先輩か分かんない距離でなんか目、なんか先輩っぽい人と目合うとなんかどうすればいいか本当に分かんなくて、でもあれ本当に先輩だったのか分かんないんですよ正直。しかもなんかあの川島のこと知らない可能性の方が大きいじゃないですか、多いじゃないですか。なんていうの、え、なんかね、そう初めて鈴木さんに会った時がなんかなんていうの、なんていうの、鈴木さんと初めて会った時が外だったんですよ。でなんか挨拶したいけど絶対川島のこと知らないだろうなって思ったから、なんか絶対知らないだろうなって思って軽く会釈したんですけど、結局鈴木さんその時川島のこと知らなかったから、本当にあの時なんかね挨拶しなくてよかったの、なんかなんていうの、変になんていうの、なんか絶対知らなかったら怖いじゃないですか。だからなんか本当に会釈でよかったなと思って、そうそう、だから絶対さ先輩でも川島のこと知らない先輩いるだろうし、9期18人いるわけじゃないですか。だから覚えられない、さきさんだと会ったら挨拶します、多分川島のこと知ってるから。え、そうそう、なんかさ自分から言うのってちょっと怖くないですか、ファンですって言ってさ、その後なんかの仕事で会ったらめちゃくちゃ気まずいじゃないですか。そう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 、普通にファンの人かなって思われるかなと思ったから、なんかサキさんと会ったら多分サキさんもなんかあみたいなアクションしてくれると思うから、え、なんかさ先輩にさ急に9期生のって川島ですって言ったらなんかえってなるじゃないですか、なんかうん。いやでもね、鈴木さんめっちゃ下向いて歩いてたから、そのえなんか鈴木さんめっちゃなんか多分鈴木さんの視界に入ってなかったから本当に良かった、本当に良かった、あれは挨拶しなくて、挨拶はしたけど何ちっちゃい声でおはようございますってえでもね、館さんはあれですね、友達があれです、話しかけてくれて、そうだからりさこさんもそのけん、今田さん卒業公演の裏で見たけど、おはようございます、お疲れ様ですって、お疲れ様ですしかいなかったじゃないですか。だってなんか浜島のこと知ってそうな先輩だったらいいけど、絶対知らない先輩っているじゃないですか、公演一緒に出てない先輩とか。
怖いじゃないですか。なんか本当に本当に知らないアクションされたら怖いから、ちょっと今はまだしてない。なんか背後で軽く会釈しておはようございますって言います。ランキング見ます。13位 MM さんありがとうございました。12位 KEVPH さんありがとうございました。11位カミピーさんありがとうございました。10位エイジさんありがとうございました。9位マサパムさんありがとうございました。8位ハメさんありがとうございました。7位オチテンさんありがとうございました。6位忘れっぽいモチさんありがとうございました。5位ピクシンさんありがとうございました。4位ヨッシーさんありがとうございました。3位 A さんありがとうございました。2位サックさんありがとうございました。1位アブさんありがとうございました。38、38ヤマシーさんありがとうございました。はい、というわけでありがとうございました。多分ブログを軽く書き直します。多分公演のこと追加します。多分だから、多分書き直すので見てください。書き直せないのかな。でも追加したいですよね。どうなんだろう、書き直せないかな。聞いてみます。もしかしたら1個前のやつ消してもらってもう1個あげてもらうかもしれない。はい、どうしよう、もういいや、ブログ。どうしよう、書き直すかもしれない。まあいいや、ありがとうございました。難しいですね。だって次のさ、ブログ6月10日でちょうどの日なんですよ。そうそう、ちょうどの日だからさ、なんかね、だってモバメって結局ファンの人が見てるものだから、なんていうの、川島のこと知らない人に向けて書くのがブログだと思うから、だと思います。だから2メートルの充電器、これすごくない？2メートルある。さ、早朝にあげたらさ、あ、でも早朝にあげようかな、じゃあ。はい、じゃあそうします。はい、というわけでありがとうございました。バイバイ。これかな。バイバイ。